信号のない横断歩道です。お姉さんお姉さん、あらブルーンだったの。ちょっと待っててね。ストップ。止まってくれたのは大きなクレーン車。何でも持ち上げる力持ちです。クレーン車のおじさん、ありがとう。とてもいい天気です。ブルーンは今日は一日公園で過ごすことにしました。こんな日は何かスポーツしたいな。あ、やってるやってる。いいな。おいで一緒に遊ぼう。男の子が呼んでくれました。あの犬がやったんだ。実にけしからん。わざとやったんじゃないよ。そんな犬を叱らないで。とブルーン。でもラディダ夫妻は許しません。ありゃ危険な犬だ。ラディダ夫妻は公園の管理人に文句を言いました。君、なぜああいう危険な犬を公園に入れる。ピクニックがめちゃめちゃだ。なんとかしなさい。まったくもうけしからん犬だ。こっちへ来るんだ。犬はどこへ連れて行かれるんでしょう。ねえ、後をつけよう。どこへ行くか見届けなくちゃ。
あとは僕に任せて。ブルーは大張り切りです。でもどうする気なんでしょう。物置の扉はメリメリバターンと外れるはずなんですが、ブルーンの力そんな強くないんです。でもブルーンにはとても頼りになる強い味方がいました。それからすぐでした。ラディダ夫妻がおまわりさんを連れて戻ってきたのは、あれ、いませんよ、とおまわりさん。確かに入れたんだがな、と管理人のおじさん。犬がいないんじゃ話になりません。いい気味。ちゃんと確かめてから呼んでください。おまわりさんは怒って言ってしまいました。ブルーンありがとう。おかげで助かったよ。どういたしまして。僕とっても楽しかった。ブルーンありがとう。また遊ぼうね。バイバイ。本当はブルーンはもう少しサッカーをして遊びたかったのです。でも遊びすぎて遅くなっては博物館に入れなくなってしまいます。ブルンブルン、どうやら間に合ったようです。